岡の屋です。 えー、今日はあの生物進化についてのお話をまずしましてそれから生物と文化が共進化するというようなお話をし、えー、そのために必要な分子的な機構のお話もしようかと思います。えー、であの人間が言葉を持ち言葉によって技術を蓄積したことによって、えー、とこれまでの自然淘汰による進化というものは、えー、そのだんだんと影が薄くなってくるんではないかそして人間のデザインによる変化が人間自身 精神に持たらせられた時きに未来がどうなるのかといったことをお話したいと思います。よろしくお願いします。えっとあのこのタイトルだけ見ると大変悲観的な人みたいなんですが、あのできるだけ悲観的な部分と楽観的な部分と両方出していこうと思います。 はい、生物進化というのはです、ね、個体を構成する DNA ゲノムの配列に変化が生じてその一部が次世代に伝承されるわけですで遺伝子系の多様性は個体の表,情表現系の多様性につながりますで多様性によって生き残りと繁殖効率に差が生じるわけですねでこれが蓄積されると生物の形質や行動が進化いたします それで、えー、遺伝子と形質に生ずる変化のことをこれをあの進化というのであってその良し悪しやその価値判断とは関係しないですねで進歩や発展とは関係しないですでなぜあえてこういうことを言っているかというとわりとあの時々これは混同されてしまうのであ,の、はい、あえて言いますで遺伝子系のみ変化し表現系があまり変化しないという中立進化という場合もあります でですね、あのー、この資料を作るにあたって進化って調べるとですね画像進化の画像っていうとねあの大体ポケモンなんですよね、これ困ったことは進化じゃないんですよ、これは発達なんですねで進化の画像を調べてもう1個よく出てくるのはこれなんですよ、これねこれ進化じゃないですよ、これダメです。ねこれじゃねえはいで生物進化 あので進化これ、ダーウィンの進化論にただ一つだけある図っていうのがこれでして、これは分岐なんですね、いろんなものが分かれていく、多様化していくって、これが進化なんですね、だから私はこっちの、もう,もう皆さん、あの全世界、全世界じゃない、全,全世界かもで、聞いている皆さん、あの進化っていうとき、この絵出すのやめましょう、ねこ、こっちにしましょうね。というわけで、えー、生物進化と文化進化ということでお話をします。 生物進化の仕組みとして自然淘汰と性淘汰というのがあります。 で、自然淘汰っていうのは、遺伝子の変異が表現系の変異を生み出して、それが生存と繁殖の作用を生み出しまして、これが蓄積されて、形質の変化が生じて、種の文化が起こるというのが進化なわけですね。で、これだけじゃなくて、有性生殖をする動物では性選択っていうのがありまして、これは遺伝子の変異に由来する、え性特異的な信号が繁殖成功に関連するようになると。 まあ例えばクジャクの羽とかああいうものですねそうするとその信号が増大されていくというこれが性選択という過程でありますでこういうものによって種文化というのが起こります、えー、と繁殖集団が地理的に隔離されると、えー、行動的に隔離される例えば行動的に隔離されるというのは例えばあの繁殖の儀式が異なってくると行動的に繁殖集団隔離されますよね えー、されるそれれから形質的に隔離される、えー、例えばあのペニスの形が変わると繁殖後あの集団は隔離されるわけですねそういったことが起きてくると、えー、それぞれの集団内で異なる自然選択性選択が起こりまして、えー、異なる種ができてくるとそういうわけですねはい。 で山川さんがちょっとおっしゃってたシングルトンのこととかですね隔離のことっていうのはこういうことかなというふうに思いますで。生物進化の仕組みとして他にこういうのがあるっていう話をします、ボールドイン効果っていうのがあります、これは個体レベルの学習によって獲得されていた行動傾向が自然淘汰によって、生徳的な行動傾向としてゲノムに組み込まれると。 えー、こういうのは遺伝的同化というんですが、個、え、体、ー、レベルで学習していた傾向がだん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 学習する傾向自体の進化によって、えー、学習していたものが学習しなくてもできることになる、これがあのボールドイン効果ですで、一方、逆ボールドイン効果というのがありまして、これも反対で、正徳的な行動傾向が学習を必要とする行動傾向となっていくということ、これが逆ボールドイン効果ですね。 こういうものがあるとあの獲得形質の遺伝ということを考えなくても、えー、学習傾向それ自体を制御する遺伝子を仮定することで獲得形質の遺伝を持ち出さなくても、えー、ダウィンの枠組みだけで、えー、理解が可能であります。 で文化進化というのもありまして、これはある文化構築、例えば道具や装飾品、技などなどが学習によって伝承されていくことで、人の認知特性に合わせた学習しやすい形に変化していくと。 で同時に、そういうその人の認知特性に合わせた単純化とカテゴリー化が起こると同時にですね、あの機能性を高めるための複雑化や性選択のシンボルとしての複雑化も生じていくわけですね。これらの合わせ物として文化進化というものが生じます。例えば、あのえー、とハンドアクセスあのこう、石器ですね、石器というものがだんだん変わっていくという。うううう 石器の系統樹ということを作ってみるということも起こるわけ可能なわけですね。で、他の要因として、日地構築というのもあります。日地構築というのは、あのまあ、よくビーバーの話が出てきますが、個体群が構築した環境が、それ自身の、えー、遺伝子構成を変えていくこと、これが日地構築ですね、えー。そのことでさらに環境がまた変わるわけですね。でそれに適応することで、個体群のゲノムもまた変わっていくと。 例えばビーバーのダム、ダムを作ることによって捕食圧が減って、歳時効率が上がりますで、こういうのを延長された表現系と、例えばドーキンスはそうやって呼んだわけですね。はい、というようなことがあり、日、え、地、っと、構築やあのボールドイン効果、こういったことは生物進化として見られるわけなんですが、その仕組みとして考えられるのがエピジェネティックスです。 エピジェネティクスというのは、えっと、環境刺激が遺伝子発現の時空間パターンを変化させることで、えー、ゲノムは変わらないけど、表現形が変わるということがあるわけです。で、発現パターン、それ自体を制御する遺伝子の変異が蓄積されると、えー、遺伝子と環境の相互作用が、えー、だんだんとこれも遺伝的動化としてゲノムに組み込まれることになります。で、ここで遺伝子と文化の相互作用が起きますね。 えー、言語と遺伝子の共進化というのは日チ構築とエビジェネティクスによって起きたと私は考えています。でエビジェネティクスでは具体的に分子レベルでどうやって起きるかというとあの DNA がヒストンに強く巻きついているこれが抗メチル化という状態で,でそうすると遺伝子発現は抑制されます。 それが緩くなってくるとこっちが脱メチル化という状態で遺伝子発現が活性化するとあのいうことでそのゲノムあの全体が一気に読み込まれるわけじゃなくて発達の過程にあの生きていく過程であのここではこの遺伝子が読み込まれるっていうことが適応的であるとなるとそのように制御する仕組みがあるということです。 一例として私たちがやった研究を紹介しますと十四松左側の白っぽい鳥で右側のコシロキンパラという茶色っぽい鳥がいますがこの茶色っぽい鳥を花金化したのが松白っぽい鳥ですコシロキンパラが中国から260年前に日本に輸入されて約500世代のうちにこのように変化していったんですね。 <laughs> で、あの、この、このような形質の変化だけじゃなくて、歌行動も変化しております。えー、この歌の繊維図を書いたものが、これでして、えっと、上のやつが十四末の歌で、えっと、ループ構造があったり、戻り構造があったり、いろんな構造があった複雑な歌がう歌われます。下の方が腰状筋パラの歌で、基本的には同じ歌をただ繰り返すというだけなんですね。 500世代のうちにこういう歌の変化が起きたんですけど、これに、これの説明として、一つはこういうことが説明できます。歌の複雑さはアンドロゲン受容体不合化領域の脱メチル化に比例するという研究なんですけど、えー、っとですね、これ上がコシジロキンパラの脳です。で、下が重始松の脳です。 でこれはアンドロジェンリセプターを可視化したところでエリア X っていうふうに図の中で書いてあるところ矢印がついているところ、えー、腰の筋腹はほとんど見えませんけど十1末ですとここにポツポツと白くなっているのが見えますね、えー、こ,ここにアンドロジェン受容体があるというわけです。でそこでアンドロジェン受容体がどのくらいここに出てくるかという指標と歌の要素間の <coughs> 間の分散 をグラフにするとこうなりまして。 で、えっと、四角いのが腰白金肌のデータで、ひし形が重始末のデータです。これを見ますと、えー、っと、縦軸、歌が複雑なのっていうのは、まあ、基本ですね、ひし形重始末の方ですね。えー、で、歌が単純なのっていうのは基本、あの、腰白金肌の方なんですね。で、えー、ですが、単純な歌を歌う重始末も少しはいるというわけです。で、これ重始末と単純な歌を歌う、 えと複雑な歌を歌う重子末と単純な歌を歌う重子末と、えー、コシジロキンパラっていうのを比較し,た、えーえー、比較しましてそれでですねあのメチル化がどのくらい起きてるかっていうの、まあ、つまりエピジェネティクスどのくらい起きてるかっていうのを調べてみると,、えー、と重子末で、えー、たくさんアンドロジェンリセプターを発現させてるのは、えー、あのメチル化がそんなに落ち落ち起きていないというか脱メチル化が落ちている。 腰色重始末でアンドロジェンリセプターレベルが低いやつは、えー、メチル化が割と起きていると。で、腰の筋パラは全般にメチル化が起きているということになりまして、こういう調整によっても、えー、歌の複雑さが変わっているんじゃないか。つまり、複雑な歌を歌う親に育てられることによって、えー、このアンドロジェンリセプターの脱メチル化が起きて、そのことによって、歌がより複雑なものが学ば 学ぶこととができるとこういう傾向が蓄積することによって、えー、現在見られるような十四松と腰キンパラの歌の違いができてきたんじゃないかということを考えているわけですね。で、えー、こういうあの考ええー、に基づいて言語の発生言語がどのように発生したのかということをこれから考えてみたいんですがあのハラリという方が、えー サピエンス全史という本を書いておりましてサピエンスの交流は認知革命によるんだっていうことまあ非常にあの長い本を短く言うとこういうことなんですけどもね。で認知革命はサピエンス集団が、えー、虚構を虚構を,虚構を共有するということを可能にしたわけです。で、このことでサピエンス集団は地球全体の未来を制御するような存在になったわけですね。 で、ハラリの本は、あの、読み物としては非常に面白いんですが、えー、私からするとですね、人 あきなんですよ。あの、7万年前にサピエンスに認知革命が起きた。もうこれで始まっちゃってるんですね。じゃあ認知革命がどうやって起きたのかっていうのを考えなきゃいけないじゃないですか。そこで認知革命は言語の発生と深く関わるということを考えて、まあ子供を解読しようということですね。で、言語は、これはあのビーバーの巣と同じで、認知構築だというふうに言ってもいいと。えっ、ー、と、人、 他の生物がもともと持っていた認知機能が原型的な言語を作り出したと。で、原型,原型的な言語を持つことで、認知機能がさらに洗練されましたと。洗練された認知機能に適応して、言語はさらに複雑な概念を表彰できるようになったと。えっ、ー、と、長川先生の話の中で、あ、長川先生いなくなっちゃったけど、あの、あの、 あですね、文法を複雑化しないで語彙が複雑化したいったというようなお話がありましたが英語は確かにそういうい方向に行ってますでもあの語彙の複雑化よりは、えっと、形式の文法の複雑化をに進んでいる言語もあるんでこれはどっちを複雑化させるかというのは何らかのナッジによって変化していくのではないかと私は思います。 はい。で、言語は人にとってビーバーの巣であるということです。で、言語っていうのはその大事なところをまとめてみると、音と意味の結合から生じた多様な象徴要素を一定の規則によって組み合わせることで、広範で複雑な概念を操作、伝達、共有することができるようになった、こういう仕組みでありまして、 で、これによって、あの、サピエンス集団は同じ虚構を信じるということができるようになったんだと言えますね。で、言語が生ずる上での必要条件というのをもうずっと考えてきていたんですが、まあ、これじゃ、この二つはもうないとダメじゃないかっていうのがですね、階層性を操作する能力です。 きちと組み合わせを可能にするということと、えー、意図を共有する能力ですこれによって虚構の共有が可能になりますこの二つがどうやって進化してきたのかというのを考えそしてこれらがどうやって融合して言語になったのかというのを考えなきゃならないですね で、それ考える上で一つのヒントが再び十四末から出てきまして、十四末っていうのは課金化されているペットとなっているわけですよ。ペットとなるといろんなことが変わります。ペットとなることで新規恐怖が少ないです、つまり新しいものが怖くないと。 いうことそれから社会性が増大しましたそれから父親以外の歌を重始末はあの鳥ってものは基本父親から歌を学ぶわけですけど重始末は新しい個体が怖くないのであの父親以外の鳥から歌を学ぶこともできるんでいろんな歌を学ぶことができるんですね。それから捕食されることがないペットは捕食されることがないので歌の複雑さはコストにならないんですね。 はい、という機能があるんですが、えー、これを支えるメカニズムとしてストレスレベルが少ないことで前頭前野の発達が促進され複雑な歌を学ぶ、えー、準備ができましたと、あのー、前頭前野にある神経細胞のうちあのストレスホルモンの受容体がいくつかありまして、えー、それがあのストレスホルモンがくっつくことで神経細胞再生を抑制するようなものがあるんですよ。なのでストレスで メが少ない方が前頭前夜の発育は良くなりまして、ね、そのことが歌を複雑な歌を歌うための準備になっているのでありましょう。そしてあの何枚か前のスライドで説明しましたように、親が複雑な歌を歌うと子どもの脳で脱メチル化が起きまして、 アンドロジェン受容体の活性が上がるということもあり、えー、このことはメカニズムレベルで複雑な歌の学習を可能に,なった可能にしたんじゃないかと。で以上のような条件で、えー、課金化によってペットとなることによって11末の歌はで同じようなことが人に起こったんじゃないかで我々はみんなペット化ペット化されてないですね、家畜化された人間でですよね自自分で自分を家畜化してるんですよね。 はい、で、そういうのを自己家畜化と言います。で、自己家畜化っていうのは、あの、ま、あの、家畜化を自分にやってるってことですが、家畜化っていうのは、あのそもそもですね、あの、たくさんの動物を狭いところで飼えるということが大事ですよね。だから、攻撃性が少ない個体を選ぶっていうのが家畜化の第一歩です。攻撃性の少ないことを、個体を選択することで、人は様々な種を家畜化してきました。 で、えー、家畜化によって攻撃性が減り、ストレスが減り、色素細胞が縮大し、白くなりということが起きます。で、実はこれはみんなですね、肺発生期における神経低細胞っていうのが、神経低細胞の拡散が抑制された結果と考えられます。つまり乱、乱暴な乱暴中ていうかですね、攻撃性が高いことっていうのは、神経低細胞の拡散が早めの答えなんです。 で攻撃性が低い個体を選ぶということは神経体細胞の拡散が遅める個体を選ぶとでそのことによってあの副作用としてストレスの低減色素細胞の縮対等々が起きているんじゃないかという考えがあります。で人は、えー、人に帰りますが人は集団生活を営み社会をつくり集団内の攻撃性を抑制するということで自らを家畜化したと言えるんじゃないか。 でこのことで性選択の信号としての音声が複雑化し、えー、言語の複雑,複雑性を支える言語のまあ特に音韻レベルの複雑性を支える全適用になったんじゃないかっていうことが人の言語の場合考えられますね。 でそうやって階層性ができてくるんですが階層性と意図共有がどのように融合したかっていうことに関しては私たちが今動かしている進学術領域のの言語進化の課題です、えー、皆さんあのパソコンで見てくださっている方は今すぐを見てくださいそうすればどんなことをやってるかっていうのが分かります。というわけで言語ができたとしましょう。 言語ができますと、虚構による自然の操作が起こります。えー、言語は人を、えー、言語によって人は知識をあの蓄積する。一世代で失うんじゃなくて蓄積して増やしていくことができるということが可能になりました。このことっていうのは、言語によって自然が拡大されていくということであります。言語は自然を分節化するものですからね。 で虚構は人集団に蔓延することでより力を持つようになったわけですね。で今は今や人類は地球を滅ぼしたり経外惑星を探したりそういうことができるようになってしまったわけですね。でさらにこれから人がやろうであろうことは人は人自身のデザインを開始してしまうだろうっていうかもう開始しちゃってるわけですけどね。ということで生物史が終わります。 えー、遺伝的な不動による中立進化以外は人には自然淘汰は作用しなくなるでしょう。で進化の終焉だということ。しかし進化が、生物進化が終焉したところで、えー、これは必ずしも人科の黒工事であるということではないんじゃないか、えー。この辺が少しポジティブになってきたところですね。で私たちが言語を持ち自らをデザインしていくことで、 人は自然等々が作用しなくなるんですがそれを代替する技術を作り上げることも可能なんじゃないかということでで生殖技術は究極的には人のデザインに至るでしょうね。 あのもちろん最初は生殖技術とか遺伝子編集技術というのは最初はあの治療のために使われます治。治療っていうのは平均に戻す作業ですね。でも治療ができるということは,それはもう拡張ができるということにつながりますよね。で拡張というのは平均を超えるということですね。だからこれはもうみんながですね治療するのにとどまらず拡張する方向に行っちゃうんじゃないかと。 ということですでそうすると人のデザインっていうのは、えー、現在の文明でで評価される形質にしししてしまうでしょうょねでそうすると人が情動じゃなくて、まあ、つまり恋愛ではなくて情報でつまり相手の,あの遺伝子のスペックによって子孫を作るということが起きてくるでしょうというか今すでままにある程度起きてるわけですよ。ということと。 あの繁殖成功率あの子孫の数っていうのは親世代の適応度とは無関係なんじゃないかということですね。でそのことで人のの多様性といいいううは減少していくんじゃないかというふうに考えますで「デザイナーベイビー」っていうのが「ガタカ」っていう最初の15分ぐらいの何だか全くわけがわからない映画でしたが我慢して見ていくと面白いこういう映画で描かれていますね。 で、すでに生殖技術としては、iPS 細胞と iPS 細胞から、まあこれはマウスのレベルですが、精子や卵子が作られています。<laughs> で、多分人でもどっかでこっそり作られているんだと思いますけど、iPS 細胞から精子と卵子が作られてしまえば、あの、男女で結婚して子供を産むというモデルは、あの、非常に古いモデルになってしまいますね。あの、 まあ好きな人性別に関わらず好きな人と一緒に暮らして子どもを作りたいとなればそれは作れるように多分なるでしょうね。 で、それを作る際に遺伝子編集ということが可能になりますから、そうしますと、その遺伝的な問題があった場合、それは修復するということになりますね。ね問題だと思われれば、それは修復になるんですが、そのうち拡張になっていくでしょうと。で、拡張になっていくことを我々は止めることができるのかっていう問題ですね。で、配偶子ができちゃって受精しちゃって、 で、編集しちゃって、そして、あの、人工子宮の中で育てちゃうっていうことができちゃうと、で、これはもう、そうすると、あの、女性が子供を産むという、その生物モデルからも、もう自由になってしまいえ、とにかく子供を作るということが、生物的、生物学的な営みでは多分なくなってきます。あの、もしかすると、経済的な営みになるかもしれませんよね。はい。で、そうなってしまいますと、えー、どうなるか。 かというと、まあ多分人間の多様性はだんだん減っていくでしょう。多分みんなあの美しい人がいいし、かけっこが早い人がいいし、頭がいい人がいいということになっちゃうんです。多様性が減っていくでしょうね。で、えっと、集団が多様性をなくすと、えー、環境変異の、えー、の抵抗性が落ちると。 といいうことはよく知られています裸デバネズミという動物を私たちは前に飼っててこの「この裸デバネズミ」っていう本を出していますこれも読んでください。あのこれはゴニョゴニョゴニョのたくさんのネズミがあのコロニーの中にいるんですけども。 このネズミはアフリカのケニアの地下に住んでいましてトンネルを作って住んでます地下数メートルに住んでるもんですから環境変動がほとんど反映されませんだから温度がほぼ30度湿度がほぼ50%そういう環境下でずっと生きているわけですね はい。で、えー、ハラガレバネズミは月種類なんですけど、月種類って大体体サイズに応じて寿命を決まってくるんですけど、これ、このくらいの動物なんですけど、30年生きます。で、これは何かどうかして、なんで30年も生きるのか、なんで30年も生きるのかということに関して、えー、仕組みを研究している人はたくさんいるんですけど、えー、なんで生きるのかって問われたら、これ、死ぬ必要がないからなんですね。で、死ぬ必要がないっていうのはなぜかというと、環境に合わせた多様性を作る必要がないからです。環境が一定だからですね。 はい。だから、えー、このネズミたちは他の個体群との交雑がないので、近親婚を繰り返します。えー、つまり、女王が産んだ子供が再び女王と交尾して子供ができ、その子供が再び女王とあの結婚して交尾して子供ができということを、えー、繰り返していくわけですね。 で、そうしますと遺伝的多様性が非常に少ないコロニーになります。で、私たちがこれをあの研究、実験動物として導入するときにものすごく苦労したのは、最初はものすごい死ぬんですね。 最初6匹あのシカゴから密輸したんですがあのその時に半分死んで3匹死んでしまいました、えー、このままだとやばいなと思っていたらそこで止まりましたで次にあの南アフリカから30匹ぐらい輸入しましたら20匹ぐらい死んじゃって、えー、これはダメかなと思ったらえー あの生き残ったやつが少しずつ増え始めましただから裸レバネズミとあでどうして死んじゃうかっていうのを調べてみるとこれはカンジタに感染してますでカンジタは日和見感染でして我々は普通カンジタに感染しませんけど免疫力が下がってくるとカンジタに感染しますよねでこの動物たちはあの肺までカンジタにやられて死んでるんですね。 で、えー、残ったやつってのが、感じたに抵抗性がある一部の個体だったんです。で、それをもとにコロニーを作り直すと、日本の環境にも適応するコロニーができたというわけなんですね。はい。そういうわけで、あの、その、まあ、この、コロナ肺炎に対する抵抗性の個体差ってのが、 どのような仕組みによるのか分かりません。けれども、も、えー、そういうあの多様性がなくなってくると、これは危ないんだっていう話です。はいで、このようにあのデザインによって人を作るということが台頭してくると問題としては進化の試練を受けてないわけですね。デザインっていうのはね。デザインっていうのは人間が数世代で。 作るものなんですねだから進化の試練を受けていません進化の試練を受けないデザインっていうのは環境の変化あのもっと長いスパンで起こる環境の変化に対応できないかもしれないですよねで、えー、さらにあのデザインっていうのは操作をすることですからどのような操作がどのような形質に関連するのか私たちはまだ実は理解していないわけですよ、えー、今良い形質とされる形質 が実は他の悪い形質と随伴する危険性もあるわけでこの辺が分からない限りあのデザインをして人を作っては難しいなと思います。でもきっと分かると思います。でデザイン主導進化の あの問題と希望ということで最後にまとめますで生き物っていうのは生き物ですからこれは残って何本これは山川さんもおっしゃってたことす要するにいなきゃしょうがないわけですよねいなくなったらそれはもうどうしようがないわけですよだから生き物は残んなきゃだめサピエンスはまだ20万年程度しか持続していないんですよねでこの下の図を見ていただくと えーといろんなの人科の生き物がどのくらい生きていたかっていうんですけどサピエンスはまだほんのちょっとしか生きていなくてネアンデルタールがこのくらいだったからもしかしたらサピエンスもこのくらいかもしれない。でこのサピエンスの時代をもう少し伸ばすっていう考え方ももちろんあるんですけどもサピエンスはすでに絶滅危惧種だと言っていいんじゃないかと。 えとザ・サピエンスはですねまず多様性をかなり消失していますあの単一言語英語ですね英語支配によって価値多様性が消失されていますねでデザイン主導進化によってこれから遺伝的多様性が消失していくでしょうというかすでにあのかなり消失されているんだと思います によってこれらのことによって環境抵抗性が消失しているんで,す、ね、でも一方ですねあのあ一方じゃないあのそういうことによってさらに多様性の消失がもたらしているものっていうのはその過程でまあ今異文化との衝突っ ISIS の問題とかあるわけですね。 えと、それからパンデミックへの低い抵抗性って今まさに起こっているわけです。それから気候変動への低い抵抗性って今まさに起こっているわけですね。で、これから起こるかもしれないのは、惑星からの あの、経外惑星にいる、ま、いわゆる宇宙人の侵略っていうことが起こらないとは限らないわけで、これからそういうことも起こるでしょう。ということで、これはまずいんじゃないか。だから、逆にですね、多様性の消失を利用して生き残るっていうことをしなきゃいけないなと、もうすぐ終わりますね。で、多様性の消失を利用して生き残るっていうのはどうすることか。 性の消失によって得たものっていうのは技術の蓄積の迅速化これはもう多様性がなくなったからわーって技術が蓄積されてあの例えばあのプロスっていうジャーナルはエディターが今9800人いるんですねもう気が狂ってますねあのもうつまりみんなが英語で論文書くからわーって論文は増えていくわけですよね それから個人の認知機能を超えた科学的知識ができるようになったと各個人がある分野の専門家になりその専門知識を統合することで個人には到底できないようなことができるようになっているということです。です。あのですね「えー、とゼロからトースターを作ってみた」っていう本があるんですね。これは面白いですよ。トースターっていうのはあのアメリカのドラッグストアで7ドルで買えるんですよ。 で、そのトースターは7ドルで買えるんだけど、トースターを、あの、原料から作るとどうなるかっていうことをやって、ね、ものすごい、あの、多分二200万円ぐらいかかるんですよね、多分ね。あの、だから、我々は、あの、知識を蓄積、技術を蓄積して、それをシェアするということで、急激に変化してきたわけですよね。はい。 で、それによってデザイン進化が起こるんではないかということと、それによって系外惑星探索も多分これから可能になっていくでしょう。 はい、で,、えー、で多様性の消失がこういうことを可能,した可能にしたんですけどもこれからさらにサピエスまたはサピエスの,あの子孫が、えー、宇宙に存在し続けるためには多様性は大事なことは分かってんだから多様性それ自体をデザインシステムに組み込む。 ととといいいいうことをやななきゃいけないと思いますでそういう研究に例えば宇宙言語が、まあ、存在しない言語がどんな形をしてるかといかですか、ね、人工生命ありえない生命としてこんなものがあるんじゃないかとあのそういうことを考える必要はあるということで「継、えっと、ぐのは誰か」ということでこれは小松左京の SF のタイトルなんですが「継、えー、ぐのは誰か」 で、サピエンスである必要はないんじゃないかって言ってる人は、あの、ハラリーで、えー、本もデウスっていう本を書いておりまして、えー、これは、あの、哲学的ゾンビ、えー、知能はあるけれども、意識体験がない、そういう存在物が、えー、地球に残るんじゃないかというようなことをハラリーは言ってるんですが、ハラリーは、そうなったら嫌だなっていうつもりで言ってるということを別のインタビューでは言ってます。えー、けど、うん、嫌だなかどうかじゃなくて、そういうことはあり得ると。 で、長谷せさんのあのビートレスを読みますとですね、あの、まあ、あと、我々人間が作った人工知能、そしてその人工知能の助けを借りて作った超人工存在が、 それがレッドボックスですが、そのレッドボックスが人間をアナログハックできる道具として存在していくんじゃないか。で、アナログハックってどういうことかってまた後で話しますね。で、これその、あの、ビートレスに出てくる、あの、あの、レイシアさんですね。レイシアさん。あの、これは道具なんでさんとか言わなくてもいいんですけども、<laughs> レイシアです。はい。 で、あの、一方、もうちょっと極端なことを考えている人もいて、上田武宏という小説家の方は、太陽惑星、太陽という小説の中で、エサピエンスが、あの、我々人間が、その文明が終わる前に太陽を金にしてしまうということです。 でこれってああの金のよあの金でっかい金の塊が宇宙にあるってのはこれは知的存在がないと、うん、無理なんでサピエンスが太陽を金にしてしまえばそれは俺たちがいたんだっていう主張にはなるんじゃないかっていうそういうことを言ってる人もいます。 けれども、あの、人間存在が無意味でなくなるためには、あの、やっぱりこういう青臭いことを言わなきゃ、青臭いじゃなくて青臭いね。青臭いことを言わなきゃいけない。人である以上は誰もが平等な権利を持つって、これを好順として絶対に尊重していかないと、非常に大変なことに、あの、過渡期でなると思います。過渡期が過ぎればなんか何とかなっちゃうんですけど、あの、これは大事だと思います。 でそこで考えるのがあの独立変数としての心と従属変数としての心っていうのがあるんじゃないかと,、えー、ということですね。あので私たちはその独立変数としての心1と従属変数としての心2を持ってるんですけど、えー、心1が身体を制御するであれば心身に言論を取らなければならないじゃないですか、えー、身体があって心1がこういうふうに直接作用するとしたら何だか分かんないですね あの何だか分かんないのがですね魂がですねあの神経活動に影響を及ぼさなきゃなんなくなってこれは心身逃げるのになっちゃうからこれはやめたいわけですよ。で 身体、あの、神経活動が行動を起こして、その行動に随伴して心にが起こるんだとすれば、心にはあくまで随伴活動ですから、神経相関としてこれは計測できるんじゃないかと。しかし、その神経相関が我々に心的体験をどのように作っているかっていうのは依然としてわからないわけですね。 え困りましたね。そこであのあれです。行動主義心理学っていうものは心を仮定しないって言われていたんですけども、実は行動主義心理学だって、えー、行動に随をする心にはあのこれは否定していないんですね。で、あの一方いわゆるメンタリズムと言われるあの研究あの心理学は心一応あの暗黙の前提にしているというところがあると思います。で、私としては私としてはですよ。私としては 心あの油断するとすぐ心1を前提としちゃうんですができるだけ油断しないように心2から心的体験を説明したいと思っているんですで、その我々を継ぐ者が相互アナログハッキングということをすればこれは、えー、心2ができるんじゃないかなって思いましたでアナログハッキングというのは長谷さんの造語なんですよね。 はい、長谷さんが作った言葉でしてあのビートルズという小説を読んでいただくと相手が持つこれは私の解釈ですが相手が持つあの心の理論を駆動することで相手のあ状態を解析するというのがアナログハッキングです。 で、相手が持つ心の理論をミラーシステムによって、えー、事故の状態に転換するということをすれば、事故にも、あの、あの事故にもアナログハッキングされるべき、えー、心が生ずるんじゃないかと。で、こういう過程を通して、えー、随伴現象としての心がビートレスのレイシアさんにも、あ、さんをつけなくてもいいんですね。道具だからね。レイシアにも生じてくるんじゃないかっていう。で、だから、我々の、あの、 あの我々を継ぐですねえっとあの哲学的ゾンビたちがお互いにアナログハッキングをするということが起こればそれらに心が宿るということは私は否定できないんじゃないかなというふうに考えますでこういうのを自己意識の多者起言説というふうに言ってあのこの本に書きましたでえっとで8さんのビートレスを読みますとなんかあの 自己意識の他者彩言説を小説にするとこんな感じになるのかなというふうにあ思いました。